当にありがとうございます。はい、この10年という月日は我々だけで迎えられるものではございませぬ。皆様がいてくださってこそでございまする。これからも名古屋おもてなし部招待よろしくお願いいたします。ありがとうございました。あ、新社林太郎からもお願いいたします。皆様、この度は誠にありがとうございました。我らこの10周年、この10年を迎えた証がこの演舞でございます。皆様の応援あってこそでございます。ありがとうございました。今大東亜でございます。10年やってまいりました。おいとおさとさっとなつかめきし一度げっきかつとすけ将へもやったの数々の人間が武将様に仕えてまいりました。されどまだまだにございます。夏、サスケ、リンタロー、この東馬、そしてまだ見ぬ蘇ってまいるアスカルたち、これからまたさらに武将様にお仕えしてまいりますね。本日は誠にありがとうございました。我ら名古屋おもてなし部招待は10周年をもちましたが、皆様方のおかげにございまする。しかしこれからまだまだ続いてまいりまする。11年目からこれからは拙者からももらった愛を存分に返していきたいと思いまする上、ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうみなの衆、部招待はかっこよかったか。いやあのおしまいしまいでございます。ご無礼こだみの10周年祭に際してはこの前田刑事で実は春頃から4000人を呼びたいと掲げてまいって、うん、わ今日もなセントレーで出会ったものだったり大津の街を歩いて瓦をもらったものが、約束を果たしに参ったと、来てくれたということで、誠にありがとうございました。そして日頃から応援してくれてるみやみや、そして、戦の友であったり多くの者たちの支えがあってこの度も10周年を迎えることができたゆえに来年も11年が必ずあるわけではござらん。我らは常に一期一会の戦をしとるゆえにこの出会いを大切に11年目につなげてまいりたい。誠に皆の衆ありがとうございました。こたびは集ってくれて誠にありがとうさんじゃった。この10年いろんなことがあったから我らにもいろんなことがあった、主らにもいろんなことがあった。その引きこもこも全てひっくるめそれでよい共に参りよう徳川家康様ならそうやってくれることだろう。これからもこの我らともに歩んでまいろう。わしは去年この場所で九州連載の折に来年また皆同じ顔で会おうと皆に申した。こうして1年経ってその時この城に集ってくれた皆々、そしてそれ以降新しく我らのことを知ってこうして名古屋城に集ってくれた皆々の顔が見れてわしは非常に嬉しい。そしてありがとうさ。これから先もいろんなことがあると思うが我らと共にこの苦しい現世を共に戦い抜いていこうぞ。この身は誠にありがとうさんじゃった。あ、忘れとった毎年ですか。わしもおりますすっと秀吉様に行くのやめてくれこちらに。ではいいから黒い花はどうぞ。我が名は徳川家康、名古屋城出場者なり。あー素晴らしい。10年あっという間でござったが振り返ってみると長かった。来年の11周年わしにとっては遠く感じる。100年続く武将隊という言葉が10年前わし徳川家康の口から出たもんじゃが
一人歩きをしておる。これは武将隊というのは全国に2009年からできたもんじゃが、100以上誕生したものじゃ。これを武将隊文化と名付けた者たちがおる。さりながらわしと徳川家康はこの武将隊文化を守る気持ちはみじんもない。わし徳川家康は各地の武将隊を続けられる、100年続けられる礎を作り、100年続けば必ず文化になるであろう。そのために切な切な心血を注いでおるわけじゃ。お主たちも続けるということは難しいわな。10年だけでもこれだけ難しかった。人生はもっと長い場合が多い。そこでわし徳川家康、人類最長の平和期間の礎を築いたわし徳川家康がお主たちに一つやる。続けるということは始め続けることじゃ。守っておっては必ず落ちてくる。続けたいと思うことがあれば必ずその中で始め続ける。わしからは以上じゃ。改めて皆さん10周年祭に来てくれてありがとうさんじゃ。実はわし昨年9周年の時に申したこと全く覚えてないんじゃだから分かったんじゃ。短くすれば覚えることができるで、これわしが今から言う言葉は一番簡単なようで一番難しいこと。一緒に幸せになろう。なんか怪しいねさあ改めてこの10年、南田、名古屋の南田、そして全国津々浦々の南田に支えられて10年やってこれた。そして歴代の陣笠、先ほど殿が申した陣笠たち、そして我らに関わった多くの者たち、本当にありがとうさんじゃ。今のわしらがあるのはむしらがおったるはこそ。だがしかし武将隊10年、下天のうちを比べれば夢幻のこと。彼の10年、たかが10年じゃ。わしはもっともっと戦い続ける。主らへ夢を目指せ。戦い続けず、わしらがわしらであり続けるためにわしの天下不武はまだ続いておる。以上だ。ありがとうございます。